速稼塾の久保です。あのナマコってあるじゃないですか。あの食べるナマコ、あれあのよく突き出しで出てきたり居酒屋のメニューで出てきたりするのをあの私食べたことがあるんですけども、コリコリしてねとても美味しいなと、なんか酢醤油とかでとても美味しくいただけるんで、まあまあ好きな部類ではあるんですけども、ただね原体のナマコを見てあれを食べようとは思わないですね。で前回ね牛タンっていう話がありましたけども、牛タンも牛のベロがドカンってできたらとてもじゃないけどね、ウエッとかになっちゃいますけども、スライスして美味しそうに焼き上がったものにちょっとねあの塩コショウしたりとかタレをつけたりとかするとものすごく食欲進むんですよね。ということで人は、まあ、いろんな先入観によって縛られているのかなと思います。まさかね、まさかあの美味しい牛タンが牛のベロでベロンベロンってやってるのをねイコールになるとはなかなか思いませんもんね。まあ、ナマコもそうですよね。他にもいろんなものがあの私たちの先入観をかなり拘束してるんじゃないかなと思います。確かに私がネットビジネスは怪しいと思えば一生懸命ネットビジネスをやることはなかったと思いますけども、いや怪しいのかどうかはやってみないとわからないなってところで一歩進んだところ、ずいぶん真っ当なことをやってるなと。要するにインターネットを使って集客をして、で引き寄せられた方にその方一人一人の悩みがあると、その悩みを解決する商品を情報として売ってるだけということなんですよね。よく情報商材とか言いますけども、まあ情報商材も同じでですね、書籍、例えばこれ、これがね1200円するんですけども、このなんか自動販売機の特集なんですよね。いやこんな自動販売機、しかも廃盤になったやつばっかりですよ。こんな意味のないものを1200円で売りつけるなんて詐欺だっていう方がいますかね、どうですかね。でも私はこの昔の昭和の自動販売機のね慣れの果てを特集したのを見るとものすごくなんかね懐かしいノスタルジーな気持ちになって、あなんかねいい時代があったなっていうふうに振り返るんですよ。さあどうですかね。これ最新型を紹介してるわけではありません。どちらかというとどこにこんな自販機あんのみたいなね、それ昔の昭和の遺物じゃないのみたいな、確かにある人から言わせれば無意味なものかもしれませんけども、私にとってみたらねこれは1200円出しても買いたい本、いやいや3000円でも買ったと思いますね。とかく価値っていうのは人によって感じ方様々、そしてその時期によっても様々なんですよね。私が10歳の頃はこんなものに見向きもしなかったかと思います。40になってももしかしたら忙しい日々を送っていたら興味がなかったかもしれません。今は割と時間の自由がありますんで、こういったものを懐かしいということに時間を使うことができるんでお金も払えるのかなと思うんですよね。さあ吉谷さん、ここまでは、前回の食わず嫌いに類するお話だったんですけども、ここからちょっと話題を切り替えてですね、実は今朝ね億万長者合宿に参加した方から、その中の一人からあのメールが来たんですよ。でその方はあれからいろんなことがあってネットビジネスやったりやらなかったりだったんだけども、現在のね感染症騒動をなんとか乗り越えていろんな制度を使いながら今過去最高の売り上げを出してるんですっていうふうにメールをくださったんですよ。で私の速稼塾に参加して以来の分割代金の一部をまたね支払わせてくださいということでメッセージが来たんですね。いや嬉しかったですね。こういうふうに私もね事業が回復して売り上げが上がった、だから支払いたいっていうのを本当にいつも待ってるんですよ。もうね事業ズタボロでお金もない、だけども塾費用が負担で連絡が取れないってことじゃなくって、なんとかいい状態になったんでその報告とともにね、残金を払いたいっていうのは私の本当に望むところですよ。ただねやっぱりこう億万長者合宿の時に私なりにチャンスをね提供したはずなのをそれを使えなかったところをもしね、残念に思ってるようでしたら今からでも遅くないと、今からでも私のメディアを使ってぜひね紹介させてもらいたいし放送させてもらいたい、場合によっては対談をしてもいいかなと思っております。ということでね億万長者合宿リターンズにふさわしいリターンが起きたということでございますね。いってらっしゃい。